と参りましょう。何分ぐらいで帰ってこれるかね。あそこまで何メーターぐらいか。1キロあるかね。1キロぐらいのもんだよね。上まで1キロもないから、800メーター600か。帰り道はね、今日は向こう、そこをここを迂回して取ろうかっていう話で、いつもこっち取って帰ってるから、こっち取ってると思いますよ。大概間違いないな、これ間違いないですよね、この道で。なんか違うみたいな感じするけど、前来た時もここ通ったからねと。多分ここじゃないかなと思うけど、あ、ここだここだ、ここです。見覚えのあるこの位置書き。どんどん上がりましょう、どんどん上がりましょう、ガンガン登りましょう。ガンガン登りましょうね。はい、ガンガン登りましょうね。これぐらいの山はちょろいもんですと言って結構偉い方だけど、ずっと上り坂ですから、ね、ゆっくり行きましょう。急がんでもよろしい。冬に大変な時期に来たことがあったね。12月じゃなかったか。ここも中へ5回か5回ぐらい残ってるからね、来てるからね、5回ぐらい、4、5回は来てるで。
いや、海が見えます。あ、きれいな景色だね。これ夏じゃね、これなかなかこう夏はね緑で覆われててそう見えませんけどね。これ今頃の季節だと見えるという。あれはですね、つば抜き山です。あれ、あ、海が見えます。はい、つば抜き山も撮っときましょうか。はい、あ、いやー、あったかいね。あったかいね。いやー、いい景色ね。
ちょっとペース落とそう。ああ、えらいよ。ちょっと早く上がりすぎた。塔があるとこまで来ましたね。もうすぐそこ。いや、汗出るね、もう。汗出ますね、これ。汗が出ますよ、これは。最後の。